第9節日曜開催となったビバーレン長崎と柏レイソルの一戦、まず3分長崎のコーナーキック、柏が一度跳ね返した後、これちょっとラフに前に蹴ったボールを大谷が空振りしてしまって抜け出した田上のシュートでした。まあ、試合始まった当初は長崎がねこういう形でチャンスはね作ってましたよね、はい。まあ、それ以降はどちらかというと柏がねペースを握りましたね。でこれ27分クリスティアーノのコーナーキック、中山のシュートファーに流れて中谷で、さらにこれクリア拾ってもう一度中山。まあ、これ柏がねチャンスを決めきれなかったっていうの か、あの長崎が体を張って守ったっていうのもあると思いますよね、はい。36分のシーンです。縦パスを受けた伊藤純也が反転シュート。あの何度もねやっぱりこう前半は非常に柏チャンス多く作ってたと思います。はい、あの長崎がねこう守備でうまくいってなかったですからね、ここ決めたかったですよね。今のも最後足出してますからね。結局前半柏ペースでしたが 0-0 で折り返して、これが50分です。中原の柔らかいフリーキック、フリーで合わせた平松、今シーズンリーグ戦初スタメンで J1 初ゴールという結果を残しました。まあ、本当に、まあ、ピンポイントっていうんですかね、はい、非常にいいボールとスピードで、この平松の、ね、抑えたいいシュートだと思いますね。この距離でこれだけフリーで打たせたらさすがにちょっと厳しいですね。これは防げないですよ、キーパーも。80分です。ハイプレスで伊藤純也が奪ったところから抜け出したハモン・ロペス。これちょっと微妙なシーンですよ ね、 そうですね、これね、まあ、ボールロストした田上が追いかけてちょっと接触しましたけれども、笛は鳴らずというシーンでした。でさらに90分にも左サイド亀川で、小泉が入れたボールにハモン・ロペス。あの攻撃の工夫がなかったってね、あの監督もおっしゃってましたけど、まあ、こういうクロスはね何本か上がってましたけど、しっかりと長崎のディフェンダーは集中してね最後体張ってやっぱり守ってましたよね。92分にはハモン・ロペスのクロスにパク・ジョンスというシーンもありました。これもわずかに右にそれて、結局そのまま試合終了。ビファーレン長崎は虎の子の1点も守りきって3連勝を達成したという結末になりました。